はい、じゃあ今回も楽しくポケモンバトルやっていきたいと思います。ダニエルさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ミミッキュいますね。そうなんですよね。私も結構考えてたんですけど、まあ、サザンガラガラっていう並びが結構強いなと思って、まあ、サザンドラ育成しましたね。相手も使われてるんで、まあ強いんじゃないかな。サザンガラガラはマシレーヌでどうにかしましょうか。まあ、そうなると、ベトーベトンと、右下のクワガノンが厳しいんで、まあ、どうにかしましょうっていう話ですね。クワガノンと、ベトーベトンは、ガラガラで殺すか。それしかないな。ミミッキュはどうしましょうか。ミミッキュは無理だな。ミミッキュ無理だな。てかミミッキュ、ベトベトンでいいか。まあ、とりあえず考えたのが、アシレーヌガラガラベトベトン。で、相手の初手を考えると、ササンドラが濃厚。ってことはまあ、アシレーヌで OK と。はい。いや、待てよ、クワガノンかもしれないな。クワガノンだと、受からなくて負けか？やばいか。はい、よろしくお願いします。いや、どうだろう。お、いい BGM。あ、これ、レッド戦ですね。コメントでありましたね。ベトベトン。まあ、方向性は違いましたが、出し負けはしましたね。ベトベトンにはガラガラ投げるって言ってたんで、まあ、とりあえずガラガラ投げましょう。まあ、ただ、ほとんどここで多分負けだと思いますね。まあ、相手は多分小さくなるを積んでくると思うんで、叩き、読まれた。太い骨を取られて、こちら、自信、どうしましょうか。まあ、自信は確実に呼んでくると思いますね。なんで、まあ、フレドラでも打って退場ですかね。引っ込んだ。おい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 。シャドーボーンが正解でしたね。まあ、太い骨を取られて威嚇も入ったんで、まあ、火力は、クソみたいなものだということですね。とりあえず。はい。お、結構入ったな。で、ここをどうしましょうか。こちらとして一番嫌な選択肢が、舞うか。回れるとしんどいですね。さらに水 Z 技を持っていると、さらにきついか。ガラガラは正直もういらないかな。いや、ベトベトンに役割はあるか、一応。足レーン投げてっていいな。まあ、多分ここは理由の前なんで、まあ、とりあえず足レーンを投げていきましょう。理由の前。で、ここネットでやけど読みか、読みっていうか、まあ、やけど願望か、ムーンフォースの選択ですね。さて。まあ、相手の方、自信、まあ、1枚で足レーヌ飛ぶかなと思って、メガ進化してきたなら、まあ、ムーンフォースで飛ばせるんで、一応ムーンフォースをしましょうか。自信。まあ、これは一発は耐えますね。余裕で耐えた。ムーンフォー。確実に2体はスルー、ギャラも。はい、OK。C は意味がない。ちょっと怪しいな。確認かな、これ。ここ眠ってもいいな。いや、ムーンフォースでいいか。どうせ眠っても、地震。で、また地震でこの HP になる。いや、眠っといていいか。とりあえず眠りましょうか。まあ、ここで地震じゃなくて、まあ、ここで、あ、引っ込んだか。ベトベトンかな。うん。まあ、ただ、いや、まあ、ここは、毒技で来ると思うんで、一応ガラガラに投げますね。足での回復して、ここはまあ、とりあえず、ガラガラ。いや、ベトベトンでもいいな。ガラガラでいいや。ガラガラにもうほとんど役割はないんで、死に出ししてベトベトンでいいかな。まあ、本当はベトベトン外役で使いたかったんですが、まあ、動画的にどうかということでやめましたね。耐えて、耐えない、耐えた。おいおいおい、おいおい、お前、マジか。耐えたじゃん。いやいやいや、まあいいか。ここはベトベトンになります。ただ相手ダストシュートではなかったんで、毒好きなら、足での一発は耐えると思うんで、まあ、振り方によりますかね。このベトベトンの持ち物は、ダストシュート噛み砕く影打ち呪いとなっております。呪いを積んでいきましょうか。で、持ち物はフィラのみですね。ギャラン。まあ相手は自信を持っていたんで、どうなるかですよね。とりあえずベトベトンの火力を上げて、まあ、耐久力も上げて、ここはダストシュートで。影打ち打ちたかったですが、目が進化されるとちょっとしんどかったんで。うん。いい耐久。まあ目が進化してきませんでしたね。そして当たる。OK。まあ、神砕くでも死んでたかもしれませんけど、いや、どうだろうな。で、お相手ベトベトン？ガラガラか。ここは自陣が来るでしょう。足レーム。いや、待てよ。お相手の方結構呼んでくるんで、ここベトベトンに座っても OK かな。ただ一段階上昇のベトベトン、とか食いしん坊が発動してないな。あれ何を出したっけ？いや、まあいいや。いや、良くないですけど。いやー、どうしましょうか。持ち物見れませんね。いや、足レームで。まあ、ただ相手の方 B、こちら1段階上昇してるんで、呼んできた。まあ、ただ硬いと。ここは、ネットですね。まあ、引っ込めてくると思うんですけど、まあ、やけど狙いですね、ここは。まあ、とりあえずやけどがなければ、こちら勝ち筋がないかな。やけた！ここベトベトン、いや、相手の方ガラガラ投げてきそうだな。こちらベトベトン投げるのを読んでガラガラを投げてくる。十分ありえますね。か、いや、眠るでいいか。眠って。いや、眠るはちょっと失敗か。叩き。カゴの実も使ったんで。ああ、ガラガラ読みか。ガラガラじゃなくて、ベトベトの読みですね、これは。寝言で。で、まあ、どちらか、まあ、どっちでも別に、こちらとしてはいいですね。まあ、眠るさえ来なければ、OK。ムンホ。まあ、どちらかといえば、ムンホの方が威力が高いんで、よかったと。持ってんの君。ダストシート持ってんの君。マジか。ただ、やけど状態ではそこまで食らわないと。これは勝ったかな。いや、ここで小さくなるとかいう、まあ、技をしてこなければ勝ちですね。寝言。いや、刺さりますね、足ネイル。あ、眠るか。眠るが発動したのかな、今の。耐えて。で、じわじわ相手の HP が削れていく。ここは眠る。いや、ちょっと怪しいな。引っ込んだ。まあ、眠る読みですね、ここは。まあ、選択肢としては、まあ、こちら寝言か、引っ込める選択肢しか、まあ、ありませんと。ただ、シャドーボーンは2回したんで、ここは寝言でいいかな。まあ、ネットで、まあ、こちら、ガラガラと、ベドベドンの S は上を取ってるんで、OK、ネット来た。まあ、とりあえず一発ネットがどちらか当たれば、まあ、勝ちなんで、はい。で、半分、おいおいおい、ちょっと。乱数だったか、さっきの。まあ、寝言ですね、ここは。まあ、でも、勝ちですね。おいおい。あ、オッケー、びっくりした。寝言出たかと思った。まあ、お疲れ様と。仕方ないですね、ここは。ベトベトに引いて走れるを出しても結局のところ、シャドーボーンで死んでしまうんで、まあ、あんまり意味がないということで、切りましたね。はい、ベトベトンくん。で、こちら、とっておきの、まあ、相手も育ててたんで、影打ちは多分読めてますね。まあ、とりあえず影打ち。通った。まあ、そうですね。まあ、どっちみち、ガラガラは、いらないっていうか、まあ、捨ててきますよね。まあ、どっちみち影打ちでどの道死ぬんで、まあ、捨ててきたと。いや、いい試合だな。はい、ベトベトン。ここはどうしましょうか。呪いを積むか。どっちの方が入るんだろうな。呪いか、噛み砕くの方行きましょうか。あ、Z 技か？やばい。あぶねえ。おい。はたき。急所。ちょっと痛い。ベトベトン？君、食べ物は？B 下がる。意味ない。いや、出すと耐えると思うんで、OK かな。いや、影打ち良かった。急所が負け筋かな。OK、まあ耐えますね、余裕を持って。急所でも大丈夫ですね。はい。OK と。まあ今のはちょっとプレミアをしましたね。鍵打ちで、まあ落とせなかったとしても、やけど圏内には入れられることができ、でもそうか。今作からやけどダメの火ダメがちょっと少なくなったような、修正があったような気がしますんで、まあどっちもどっちか。まあ結果オーライっていうことで、まあ、勝ったんでまあよしと。いや、ベトベトン君強いですね。続けて。で、そうですね。僕がね、コメント欄じゃなくて、西コメに、技名を書かない理由としては、米返しの分の、文字数が確保できないからですね。はい。どうしても技名を入れてしまうと、まあ、コメ返し欄が、まあ、どうしても省いてしまう状況になるんで、まあ、省くっていうか、まあ、文字制限があるんですよ。主コメにも一応ね。で、その制限内にまとめなきゃいけないんで、技名を書いてしまえば、米返しができないっていうことで、技名は、まあ、口で言うことにしました。米返しを口で言ってもいいんですけど、島キングにしましょうか。てか対戦相手見つからないな。さっきの試合、いい試合だったから、取りたいんだけど。あとそうですね、結構言いたいことがあって、まあ、時間をね、固定した方がいいかなと、ちょっとだけ思ってるんで、まあ、こんな遅くに動画投稿しても仕方ないんで、多分。うん。なんでまあ、一応、考えてるのが、まあ、5時、7時、8時、10時かな。まあ、どれがいいかなって感じなんで、迷い中ですね。まあ、良ければ参考にしますんで、まあ、コメントを、まあ、ご指摘の方。あ、ベトベト持ち物持ってね。なるほどな。まあ、お相手の方、新ポケがいませんね。うん。そうなんですよね。このベトベトン、一回これ潜ったんですよ、裏で。するとまあ、ゲンガーにボコボコにされたんで、一応ベトベトンを入れてみたって感じですね。まあ、お相手、ゲンガーから、来ると思うんで、まあ、どう対応していくか。まあ、ベトベトンから入りましょうか。で、サンドパン球根で出したいんですけど、まあ、ハッサム、マリルリと全然刺さってないんで、まあ、パルシェンにも、ちょっと無理があるんで、まあ、ポリ2も無理ですね。で、無理なポケモンが多すぎるんで、ちょっとお休みですかね。グソクムシャ。いや、サンドパンは単体でもいいな。サンドパンじゃ間違えた。球根単体。いや、ガラガラはいる。すると、パルシェンは、いや、微妙だな。ドルポン持ちがダメ。ガブとマリロリが重い。まあまあ。いや、グソクムシャ。くっそ。いや、違うな。グソクムシャも無理だ。走れぬでよかったな。まあ、よろしくお願いします。いや、ちょっと寒くて、舌が回りませんね。ちょっとトレーナー名読めませんが、ポリ2から出してきた、ベトベトンですね、こちら。まあ、本当はね、呪いのところを置き土産にしようと思ってたんですけど、ベトベトンは54レベルしか置き土産を覚えなくて、やめましたね。まあ、ベトベターなら50レベル、いや、48かな。48で本当は覚えたんですけど、トライアタック。かっこいいな、トライアタック。呪い。これでゲンガーも落とせるようになりましたね。まあ、影打ちで縛れてると。まあ、ポリツ、ゲンガー、マリルリとかですかね。まあ、よくあるパーティーの、まあ、マリゲンポリツみたいな、並びかな。もうここはダスト打ってってもいいな。そうですね。まあ、気の身を持たしてないんで、持ち物がないんで、回復ソースがないということで、早めに攻撃に移していきましょう。強い。とりあえずダストシュートで。自己再生かな。トライアタック。耐えないか。グソクムシャですね。いや、きついな。やっぱり木の実持たした方が良かったな。いや、本当は持たせるつもりだったんですけど、まあ、とりあえず出会い頭打っていきましょう。相手の方も引っ込めてくる可能性もありますが、引っ込めてこないと。出会い頭、まあ、潰して、で、アクアジェットを入れさせてたら、美味しかったんですけど、何が裏から出てくるか。ガブリアスかな。ガブは予想してない。マリルリゲンガーだと、まあ、グソクムシャが結構重いはずなんで、ただ、ゲンガーはちょっとだけ、ゲンガーは無理ですね、こちらも。まあ、本当は、ゲンガー対策で本当は、ジャラランガ入れてたんですけど、防弾持ちのね。ま、防弾じゃないな。あ、防弾か。ただ、やけどで結構殺されてしまうんで、まあ、鬼火ですね。鬼火で殺されてしまうんで、やめましたね。マリールリと、まあ、ここ Z 技腹太鼓してきそう。ガラガラいりませんでしたね。ここはどうしましょうかね。ガンプでしか無理か。まあ、腹太鼓と。ただ、ガンプで S が落としたんで、まあ、どうにかなりませんね。まあ、どうにもなりませんね。これは負けですね。で、ここで、ガンプする。S 落ちる。で、まあ、アクアジェットはさすがに半分はいくと思うんで。あ、じゃれつくか。無理ですね、これは。じゃれ。これは多分死ぬ。で、ガラガラ。まあ、ガラガラもアクアジェットで終わりと。まあ、よく頑張りました。ありがとうございました。やっぱりもうちょっと対策をちゃんとしないとね、ダメですね。では、ご視聴の方、対戦の方ありがとうございました。そして、ご視聴の方ありがとうございました。明日も、よろしくお願いします。では、また。